はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、トミカハイパーレスキュードライブヘッドサポートビークルファイヤートラックです。はい、これはドライブヘッド2番機のバックドラフトのサポートビークルで、こちらの消防車のイメージそのままに、今回は巨大な放水口がついてたり、サイドのタンクなんかも目立ってますよね。そしてこっちにはファイヤートラックのドライブバッジが付属してて、外箱をぐるっと見回すとこうで、シンクロ合体もできますし、他のドライブヘッドとの入れ替え合体とか、これもリニューアルバージョン前のものがありますので、こちらと比較しながらレビューしましょう。3つのメイン機のサポートビークルのうち、唯一メッキパーツがこのファイヤートラックには使われていたんですが、リニューアル版も、おー、やっぱりメッキパーツタンクに使われてますね。あ、なるほどね。シルバーカラーが多くなって、より消防車っぽくなってるかも。そしてシールとバッジもついてます。はい、5分ほどでシールが貼り終えましたので、トラック部分に2台をセット。としてメッキパーツのタンクをここにはめたら、サイドのサブタンクも横に2箇所セットして、腕の部分はいつも通りここがロック解除ボタンになってますから、パトランプを押しながら押し込んで、タイヤの形に変形、ここにロック用の爪がありますね、カチャッと。反対側も同じ要領でパトランプを押しながらロックしたらタイヤに変形。あとはレスキューキャノンをネジ穴側を内側にして2本セットすれば、はい、まずはファイヤートラックの完成ですね。今回もメッキパーツしっかり使われてて、単体状態での見た目の完成度も超高いですね。さらにファイヤートラックのドライブバッジ。ドライブバッジ本体はこれまでと形は変わりませんが、クリアパーツが赤になってて、正面はファイヤートラックの絵柄になってて、ホルダーにセットすると、発光は赤かな？やっぱり赤く発光しますね。今回も個別認識されております。そしてファイヤートラック本体ぐるっと見回すとこうで、後ろ側、横、上側、下側で、これは結構リニューアル前とイメージが変わって、ボンネット部分に白い塗装が増えたりとか、前輪周辺のパーツが濃い赤色からシルバーに変わったりとか、より消防車っぽいイメージが強くなって、サブタンクとかキャノンパーツの成型色も変わりましたね。ぐるっと比較するとこうで、メッキパーツ使いの箇所は変わってなくて、というかバーニア部分とか明らかに今回の方がかっこよくなってますよね。そしてメッキパーツはメインタンクとトラックのサイドパーツとフロントバンパー、そしてこのままコロ走行もできたりとか、連結部分はこのような作りになってますから、角度を変えてカーブアクションなんかもできますね。かなり引っ張らないと外れませんから、相当しっかりはまります。ほんと各パーツを細かく見ても、モールドとか別パーツでしっかりとデザイン入ってて、ファイヤートラックほんとかっこよくなったな。後ろ姿が特にいい。ソニックジェットと並べるとこうで、今回は車型ですからややスマートですね。では、レスキューバックドラフトとシンクロ合体。まずは武器パーツを外して、後ろのタンクも外します。腕パーツをパトランプを押しながら引っ張って、両方とも外したら合体準備は OK。今回は下半身パーツはそのまま。ファイヤートラック側のタンクパーツを分離して、手のパーツをロック解除しながら外しつつ、腕の形に展開して拳パーツも出します。そして腕の部分にはめ込んで、反対側も同じように腕パーツ型に展開しつつ、パトランプを押しながらセット。荷台からメインタンクを外したら、
サブタンクも外して、サブタンクがついてたここのジョイントにキャノンパーツを付け替えて、反対側も同じように付け替え、そして後ろから差し込んでセットしたら、今度は足裏のここのジョイントを使ってサブタンクを両方ともセット、完成。レスキューバックドラフトブースターキャノンです。おー、ごつい。もともと背面にタンクパーツがありましたから、全体的にマッシブなイメージのファイヤートラックでしたけど、かなり巨大なキャノンパーツが入ったことでよりごつさが増しましたね。というか若干ガンキャノンっぽいんですけど、ぐるっと見回すとこうで、後ろからの雰囲気がだいぶ変わって、大きなメッキのメインタンクとサブタンクまでがここについてますから、設定的にはジャンプ力を大幅に強化してて、消防箇所まで一飛びみたいな、そういう強化フォームのようですね。そして反対側正面で、上半身を近づいてみるとこんな感じ。以前は腕パーツが変形合体しても赤いままだったんですが、今回はシルバーカラーがメインになって、消防服のようなカラーリングでかっこいいですよね。この黄色いラインとかもほんとそんな感じ。合体状態のままキャノンパーツは稼働することができますから、こんな感じの格納状態とか、さらにひっくり返せばもっとコンパクトに収納することができますので、だいぶ戦闘用っぽい見た目になりますけど、キャノンパーツは割と自由が利きますね。さらにこれを外して手に持たせて、両方の武器として装備することもできますので、こんな感じで無駄にかっこよく消防することができますね。片側を構えたりとか、両方を前に構えることもできますし、レスキューキャノンの上の部分には合体ジョイントまでありますから、スライドして合体させれば、完全にウィングガンダムゼロのツインバスターライフルに見えますよね。こういう武器合体までギミックに入ってるとか、ほんと熱いですよね。ただ横から見ると正面パーツに思いっきり干渉しますから、ポーズ付けはちょっと難しいかも。上目ぐらいがちょうどいいかな。なのでこの様々なサポートアイテムを使うことで、カーフォーム状態とかよりかっこよくなりそうですよね。変形しつつ、これまでタンクがあった場所に今回のメッキタンクをセットしたり、サブタンクとかキャノンパーツもそのままはめることができますから、これでまた違った形のカーフォーム状態で楽しむこともできますね。変形合体の自由さ相変わらず超優秀。これがデフォルトでも全然違和感ありませんよね。そしてもちろん今回もパーツ余りはありませんから、バックドラフトの前輪をこの部分に取り付けて、こちらも腕パーツを変形させつつ、あとは外したタンクパーツをここにセットして、武器もはめてしまえば、バックドラフトのパーツを使ったファイアートラックも完成します。この状態で全体を見るとこうで、だいぶ背面はさっぱりしますが、そして2台で並べるとこうで、これがロボに変形したりとか、自由なシンクロ合体ができたりとか、見た目からは想像できないぐらい様々な方法で遊べますよね。元に戻すときはメインタンクごと付け替えて、タイヤパーツごとこちらと交換すれば、あっという間に通常のファイアートラック状態に戻りました。相変わらずパーツの付け替えはお手軽ですね。
い、ということでトミカハイパーレスキュードライブヘッドサポートビークルファイヤートラックを紹介しました。メッキパーツがいろんな箇所に使われていることで単体での見た目もすっごい良かったですし、バックドラフトと合体することで標準の消防車がロボになった感じからロボ型消防士のような見た目になって、シルバーとかイエローのラインとか各パーツが目立ってましたよね。あとは相変わらずシンクロ合体後のサポートビークルも元々のパーツと合体して一切余剰パーツがありませんから、この辺の作りもさすがドライブヘッドって感じでしたね。以上、トミカハイパーレスキュードライブヘッドサポートビークルファイヤートラックの紹介でした。